はい、着きました。大和郡山見てください。これはすぐったらダメですよこれすぐったら捕まりますよね。すごい金魚見てこれ。はい、ええー、子やええ子やな。淡水魚のおっちゃんみたいなおっちゃんやったら俺もおっちゃん。これはね、絶対あの前より金魚増えたような気がするな。一時ね金魚いなかった。ちょっと川の水が多かったからね、やっぱり雨降ったりして。あ、この先がおるんだけどね、ちょっと流れがねありすぎていないですね。浅いですね。って言っても毎回ね、あの見つけるものは見つけるんですけどね。ちょっとね明日から台風と、あ、カエルおった。カエルね最近ちょっと見れるようになったんですよ。見れるっていうか、あれあれ触られへんけどね、やっぱりねえ、この先におるんやけどな。ちょっと見てくるかな。こういうね、ちょっと水が多くなったところに、あ、いてるいてる。めっちゃちっちゃい姫鷹かな。姫鷹みたいにいますわ。めっちゃちっちゃいおるな。なんかね、こういう雨の後はおるとか言うんだけどね、あ、流れてくるんだね。養殖所から流れてくるというか、養魚場員かな。うわ、カエル死んでる。見て、あのカエル、あれや、あれ似てる。ツメガエル似てますわ、見て。ツメガエルそっくりやん、まあ、あ、おるな、ほら、ちっちゃいのおる。ちっちゃいの見て、ちっちゃいのおる。むっちゃちっちゃいのおる。あ、メダカおるな、見て、ほら、メダカおるわ。メダカがいますわ。メダカ取ろうかな。メダカ取らしてもらおうかな。あ、メダカ大群でおるわ、これ。え、めっちゃメダカおるわ。あ、メダカめっちゃおる。ヒメダカやな。うわ、メダカ大群や。あ、あれ何、メダカとなんか茶碗のおるで。あ、なんかよじ登りみたいなやつおるわ。これちょっと面白いな。ここでやってみようかな。うわ、メダカ大群見つけた。メダカ入りましたね。こんなでっかい網でメダカ入りました。土壌か、これ。土壌捕まえました。なんか弱ってんな弱ってます。土壌捕まえました。あのね、あそこに姫鷹大群でおるんですよ。見てください。あれあれあれ。あれ多分穴に入るわ。これ。姫鷹大群で、網がね、網がでかいんで、入ってるかな。あ、大群で捕まえたのに2匹しかおれ。赤ちゃんね、赤ちゃん。赤ちゃんですね。見て、あっこ、姫鷹めっちゃおる。姫鷹大群おるんだけどね。トンボもおるわ。まあちょっと姫鷹は入らへんわ、この網じゃまさか姫鷹おると思わんかったから。姫鷹や思ったらアメンボやった。姫鷹とアメンボがよう分からへんな。ちゃんかせなあかんな。ええー、凍るわそやけど、ちっちゃい網やったらあれ、姫鷹めっちゃ救えるよな。感じの金魚はいませんけど。今日はメインはメダカにしましょうかね。この大きい網でどんだけ救えるか言うて。あそこにね、金魚おるんやけどね、一匹。あー、逃げた下手くそ。これ、メダカメダカ、入るか落ちるかどっちかです。増えた。メダカ増えました。メダカ一匹だけおったのに、メダカちゃうわ、金魚。カエルがめちゃくちゃ多いわ。カエルがね、っていうか金魚がね、ほぼいないです。ほぼ未確認ですね。こういう流れのないとこにおりそうやねんけどね。カエルがめっちゃ多いわ。カエルはいらんねんよ俺。今ここに一匹おってんけどね。カエルがめっちゃ多い。あかんな、金魚おらへんな。流れたんかな。流れたんですかね。いませんね。普通こういうとこに結構ね、10匹ぐらい、あ、ちゃうわ。
赤いな思ったらちゃうな、おらんな。はい、洪水というか流れちゃったんかな。いや、おらんぞ。ここいそうやけどな。ここいそうやけど、メダカがおるだけやな。いません。さっき捕まえた土壌がね、ちょっと弱ってるんで、逃がさなあかん、ね。これ、バイクで来なあかんな。ほんで今、iPhone 片手に持って網持ってるんで、バケツがないんですよ。見に来ただけだけどね。いや、おらんな。金魚不在です。いませんね、皆さん。あ、踏切。いや、こういうとこにいないですよ。ダメでした。めっちゃでっかいの持った。これ卵持ってるやつ。ほら、これでかいの見える？これ、ほら、めっちゃでかいの。卵が持ってるわ、これ。網がでかいから全部逃げていくねん。メダカばっかし。今日は来たんですけどね。もう明日から多分台風なると思うんですけど、全然取れないです。なんていうかな。メダカが多いんですよ、メダカが。見えてますからね。ほんで網がね、僕、こんなんしか持ってきてないんで。ただね、それでもこう、なんとかこう、救えましたんで。卵持ってるのか、かなり大きいですよね、これ。帰ってみないと分からない。カダヤシじゃないのは確かです。全然違いますんで。メダカやろうか、なんや、えらいでかいですね。なんか糸トンボみたいなのも入ってますけど、とにかくね、今日はもうこれだけでいいと思います。ちっちゃいのもおるけどね。金魚はもう一匹も取らないで帰ろうと思ってます。はい、メダカね、いいと思いますね。皆さん、メダカが無料で取れましたということです。ありがとうございましたね。こんな感じでございました。まあ皆さん遠方から来られてもね、メダカめっちゃでかいのぞ。ちょっと捕まえてきます。網がねちっちゃいんでね、入ったとしてもこの網に乗ってるかどうかが問題なんですよ。で、乗ってたらこうやって、ほら乗ってるでしょ、乗ってるでしょ。落ちる前にこう入れとかんとね。ユーオーキャッチャーみたいなもんですよ。救えたらラッキーみたいな。ちょっとね、大きいのがおるんですよね。卵持ってるやつやろな、これ。これをね、捕まえたいんですよね。多分ね、卵持ってるんですよ。とにかくね、難しいです、今日は。うわ、カエル、皆さん、カエル欲しい人は今日、いっぱいいますよ、ここ。おった、でかいのった。あー、ガン、捕まえられへんかった。ね、カエル触れる人はね、得ですよ。アロアナの餌、アロアナの餌にする人ね。お、捕まえた。なんとか捕まえましたけど、落ちるんでね、これ。捕まえたけど、網に出る前に落ちるんでね。はい、ちょっとね、結構取れたんで、まあこんなもんか。はい、今日はこれで帰らせてもらいます。こうやって1匹だけ泳いでるやつは捕まえやすいんだけどね。ほら、捕まえた。人間ってだんだん上手くなってくるね。こういう網でも捕まえられるようになってくる。ポイでいけるんじゃん、ポイで。金魚おらんけど楽しいね。メダカメインに来たらね。メダコール。これね、黒いやつがね、ええんですよ。黒いやつが、黒が欲しいんですよね。はい、今日はそんな感じでございました。ちっちゃいのはなんぼでもおるんで、これね、逃げられた。これはい、今日は終わりです。皆さん、メダカ取りに来てくださいね。メダカ取りに、これね、ガサっていったらおるんやろうけどね、ちょっとわからない。はい、ありがとうございました。こんな感じです。はい、今家帰ってきました。ブクブクで持って帰ってきました。はい、今から水をちょろちょろ足してきたと思います。全部元気です。全員元気です。葉っぱもね、葉っぱっていうか水草もそのまま持ってきました。全員生きてます。
ちょろちょろちょろとね、ちょろちょろ、あ、全員出るって嘘でした、死んでました。ああ一匹死んでましたね、ちっちゃいのが。はい、まあほとんど生きてたんで良かったと思います。今からちょろちょろ水入れます。